時は1945年、アウシュビッツ強制収容所と壁一枚隔てた家に住む所長とその家族は幸せに暮らしていた。彼らの関心は自分に集中していた。数々の映画の賞を受賞したこの映画を原作とも比較しながら今回は語っていきます。マーティン・エイミス原作、ジョナサン・グレイザー監督作品、関心領域を今回は紹介します。どうも皆さん、こんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに、文学と猫が好きな2人がゆるーくトークするポッドキャストです。パーソナリティは私大地と三重の2人でお送りします。文学のプロではない2人ですが、お互いに好きな作品を時には熱く、時には愉快に、それぞれの視点で紹介していく番組です。はい、では今回は映画の紹介会になります。マーティン・エイミス原作の関心領域の映画を紹介していきたいと思います。はい、これはですね、今2024年5月に日本で公開されて、これ収録しているのが6月なんですけれども、現在大ヒットしている映画ですね。で、第96回アカデミー賞で国際長編映画賞、音響賞の2部門を受賞したことで話題になっています。公開前から、公開直後からもうほんとどんどん話題になっていって、おそらく多くの人が見ている映画ではないかなと思います。で、今回ですね、ちょっと私もこうストーリーを見たり予告編を見たりして、これはもうかなり見たいなと思ったので、まあちょっと紹介したいって話を三重さんに持ちかけました、うん、で、ちょうどね、あの原作も早川書房さんから出版されたばかりだったので、まあ合わせてちょっと映画と原作を紹介しようという流れになりました、うん。で、原作については来週ちょっと紹介しますんで、ぜひお楽しみに。で、この映画と原作の紹介会2連続なんですけれども、一応ちょっとどこまで我々話せるかわからない部分はあるんですが、映画紹介会の今回は原作とこのあたりがっていうところも含めて、で、原作紹介会の時には映画ではこうだったけど原作ではこうだよなっているみたいな話を可能な限りしていきたいなと思いますので、まあちょっと両方触れた我々ならではのお話ができたらなと思っています。で、原作もそうかな、なんだけど、あまりネタバレをもう気にしていても仕方ないあの話なので、全く気にせずに話していきたいと思っています、うん、なので、映画見てない人でも大丈夫だと思うし、まあ、映画見た人はですね、この映画多分見たら一人じゃ抱え込むことができないタイプの映画だと思うので、ぜひ聞いてですね、自分のこの映画を見た印象とか気持ちとかをですね、発散するような形で聞いてもらえたらなと思います、ね、でも確かに話題になってましたよね、うんうんうん、いや僕も予告編は前々から見ていたんですけども、すごい怖い映画だっていう、うん、ちょっと触れ込みで紹介されていてですね、そうなんですよ。で、ね、このアウシュビッツ収容所とか出てくるっていうので、ちょっと見るの怖いのかなと思ってたんですけども、なんかそれとはまた違った怖さでしたね。そうですね。なんかその直接的な怖さというよりかは、ちょっと間接的な怖さなんで、なかなか今までには見たことがなかった映画だなと思いましたね。いわゆる直接的な残虐的なシーンは一切描かれないですね、うん、人が殺される瞬間とか、アウスビッシュなのでナチス側がですね、ユダヤ人を虐殺する、虐殺した場所ではあるのは間違いないんですけれども、直接的には描かれないですね。そうですね。で、ラジオでも前回紹介したのも、姉妹のようにというですね、これは戦時中の話で、舞台はフランスなんですけども、ナチス、ドイツによって、迫害を受けてしまうというそのユダヤ人の二組の姉妹の、話だったんですけども、それもドキュメンタリーというに近い形で、うん、ああそうだよね、現在と過去が、同時進行で話が進んでいくというので、なんかその収容所の恐ろしい場面とかですね、そういうのは語られていなかったんですね。で、今回の映画も、そうで、ナチス側の人の視点で映像が映し出されているので、うん、本当にその、残虐なシーンとかですね、収容所の中とかですね、そういうところは出てこないっていうので、そうですね。なんで、怖い映画というので聞いてたんですけども、その怖いもの見たさで見に行くと、ちょっと期待外れに終わるかもしれないっていうですね。そうだね、ちょっとそのエンタメ性を求めてみたいな、なんかそういうなんか怖いものを求めてみたいな、そういう思考の、タイプではないなと
今思いましたね、うんうんうん、完全にこれ見た後から多分始まる映画で、うん、あれ何だったんだろうみたいな、結構やっぱ調べ物しちゃったし、うん、あの考えはいろんなところに及んでしまう映画ですね、うんうん、いやもう気づくといろんなことが怖くなっていく映画です ね、うんうん、ね、そうですよね、うんうん、であれですね、姉妹のように、前回ご紹介した、先週紹介した姉妹のようにという小説は、まあ、フランス側からナチスドイツのことも描かれていた映画、あ、映画じゃない作品でしたが、まあ、今回は本当にナチス側の視点っていうのが強いというか、あ、映画はもう完全にナチス側の視点から描かれる映画なので、なんというかこれはこれで本当になんかすごいものを見せられたなっていう、あの終始感じる映画ですね。なのでちょっといろいろ話したいことが多いので、まあ早速いきましょうか。ではですね、この映画のちょっと紹介をしていきたいと思います、うん、で公式ホームページから、うんうん、まあ、その紹介文のちょっと一部をですね、読み上げて紹介したいと思います。空は青く、誰もが笑顔で、子供たちの楽しげな声が聞こえてくる。そして窓から見える壁の向こうでは、大きな建物から煙が上がっている。時は1945年、アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族がいた。第76回カンヌ国際映画祭でグランプリに輝き、英国アカデミー賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞、トロント映画批評家協会賞など世界の映画祭を席巻。そして第96回アカデミー賞で国際長編映画賞、音響賞の2部門を受賞した衝撃作がついに日本で解禁。マーティン・エイムスの同名小説をアンダー・ザ・スキン、種の捕食で映画ファンをうならせた英国の奇才ジョナサン・グレイザー監督が映画化。まあ、もうちょっとですね、うん、この先に紹介文も続いているんですが、まあ、ちょっとここまでにしたいなと思います、うん、はい。ジョナサン・グレイザー監督は、まあ、いろんなとこで今多分関心領域語られているのでご存知の方多いかもしれませんが、ミュージックビデオを撮るのがキャリアとしては結構最初の方にあって、まあ、それで有名になった方ですね。ジャミロクワイとか、あのレディオヘッドとか、そのあたり あのミュージックビデオを撮ってらっしゃる方です、うん、あ、そこから映画になったんですね、うん、あのジャミロクワイのあれ一番有名なミュージックビデオ、あの定点のやつ、はいはいはい、あれですね、うん、あれを撮ってる人です。90年代のやつですね、うんうんうん、多分そう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 、うん、もう誰も知っている。そうそう、なんか見たらこれ見たことあるってなるような。あ、で、あの定点の撮り方も今回のこの関心領域にはかなり反映されていると思うので、うん、まあ、そのあたりもちょっと話していきたいなと思います。うん、で、ジョナサン・グレイザー監督はですね、このアンダー・ザ・スキン、種の捕食でめちゃくちゃ、なんでしょう、あの、有名になった監督なんですが、これから10年くらい経ってからこの関心領域、撮ってるので、あまり作品を発表しない方ですね。うん、もう、これも、あの、映画のパンフレット買って読んだんですけど、かなり時間をかけて、うんうん、あの作り込んでいる、あの調査期間経て、作り込んでいる映画ですね、うん、なのでそういう意味でも時間のかかっている映画なので、うん、本当にこれは正直自分は見た方がいい映画だなと思っています、うん、じゃあ具体的にどういう映画かちょっと話していきたいと思います。で、これちょっと今あの紹介文にあった通り、まあ、アウスビッシュ収容所の隣に住む人たちの家族の話なんですね。アウシュビッシュ収容所と塀を一つ隔てて、家があるんですよ。しかも豪邸があるんですよ、うん、で、そこにですね、あの幸せそうに暮らす家族がひたすら描かれていきます。で、これあの別に最初その塀のことは見せられるけれども、あの塀は何だった あの塀は何なんだとか、アウシュビッシュって言葉は一切出てこないので、一体これは何なんだろうって思うと思います。で、私もあのこれ予告編映画紹介何かですでにアウスビッシュの収容所の隣に住む家族を描いているっていうのを、うんうん、あの前知識がなかったら最初なんだろうって思ったと思います。本当に何の説明もないので、うん、本当あの幸せそうにですね遊んでいて、でそこから家に帰るところから描かれるんですけど、あれこれはなんだみたいになるですね。で、で、バックグラウンドミュージックのような形でずっと変な声とか音とかが聞こえてくるんですよ、うんうん、あの本当不協和音みたいな、なんとも言えないあの低レベルの音量でひたすらなんか聞こえてくるんですよ、うんうん、でもあのそんな音が聞こえてる中で、ある家族がですね、まあ、とにかく幸せそうに遊んだり会話したり食事をしたりしている姿が延々と描かれます、うん、で、もちろん私は前提知識として、あ、そうか、あの塀はアウシュビッツの塀なのか、で、これ聞こえてきてるこの声は、まあ、迫害されている、まあ、痛めつけられているユダヤ人たちの声なのか、もう本当悲鳴とか、うんうん、
いろんな音が聞こえてくるので、うん、泣き声とかね、うん、聞こえてくるので、非常にもうほんとずっとゾワゾワします。で、まあ、映画としては、ただひたすら、ある家族のですね、日常から、まあちょっと起こること、まあドラマまでいかないけど、でも、まあ普通の家庭だったらこういうことを毎日起きてるよね、みたいなことがひたすら描かれていき、しかもですね、特に着地もなく終わっていく映画です。だから、見ていると、いや、あれ何だったんだ、うん、あれ何だったんだ、あれ何だったんだっていうの連続で、一切説明もないので、あ、ちょっとこ、特徴のとこから話していきたいんですけど、まあ、説明もないので、もう私は映画館出た瞬間に、何を見せられたんだ、俺は、っていう気持ちでいっぱい。ただ、ものすごく、気分が悪い。なんて言ったらいいのかな。もやもやする。どうしていいかわからないっていう気持ちにさせられた映画でした。うん、さて、ちょっと最初のストーリー及び、まあ、どういう映画かっていうのはこんなところにしてですね、ちょっと具体的に、どういうところをちょっと話していきたいか、いきたいんですけれども、まず今、触れた部分で言うと、説明が一切ない映画ところ、ちょっとここを話していきたいと思います。で、これ、正直、前提知識がないと、ついていけないなって思いました。で、まず、一番最初の前提知識は、アウスビッシュの隣にある家だということ、うんうん、当時。うん。で、これがないと、もしかしたら、これアカデミー賞を取った映画なんだ、へーで見に行ったら、うん、ん?で終わっちゃうかもしれない。あれ?これなんだ?何だったんだろう?みたいな。で終わってしまうぐらいですね。まあ、さすがにそこまでいかないかもしれないけど、最初全く気づかないと思いますね。うんうん、で、彼らの会話。で、ちなみに、この塀の隣にいるこの一家はですね、このアウスビッシュ強制収容所の所長の家です。うんうん、所長の一家です。だから、まあ、言ってしまえば、まあ、その地域でトップなわけですよ、うんうん。このトップなわけですよ。で、彼らはもう、圧倒的に略奪する側ですね。うん、ユダヤ人から略奪したものを、まあ、使ってるわけですね。うん、前提知識がないと、本当わからないなって思うのは、もう、彼らの会話の中にいろんな変な言葉が含まれるんですね。うんうん、で、聞いてて、何の話をしてるんだとかっていうのは、いくつか気になったりして、もう、まあ、私あんまり知識がないので、結構気になったりして、で、もう帰り道、あれ、何だったんだろうみたいな。感じになりました。うん、で、ちょっと一つ具体的な例を出すと、劇中でカナダって言葉が出てくるんですよ。で、カナダから持ってきたっていう言葉が出てきて、で、その所長の奥さん、あ、で、この所長の奥さんがね、だいぶこの話肝なんですけど、うんうん、まあ、所長の名前はルドルフ・ヘス。あ、これちょっと後で話しますけど、実在した人物です。で、この奥さん、この奥さんも実在した人物ですね。ヘイトビヒ・ヘス、まあ、ヘス夫人なんですけど、この夫人がですね、まあ、仲間というか、まあ、うちに来てる人たちに、取ってっていいわよ、つってバッて服とかなんやろばらまくんですよね。うんうん、で、自分は一番いい毛皮のコートを持って自室にこもるんですけど、それを、カナダから持ってきたって話をするんですよ。で、カナダってなるんですけど、なんだカナダってって。で、実際になんかそのカナダって言葉の意味が通じない人が一人いるんですよね。うん、で、ちょっとその、ヘス夫人とかあたりがちょっとせせら笑うんですけど、なんかちょっと、あ、わかってないわね、みたいな空気を出すんですけど、で、わかってないわねって空気を出された瞬間に、あれ、俺もわかってないぞってなって、なんだこれはって思って、すごい印象に残ったんですね。で、帰り道調べてみたら、カナダだったっていうのは、その当時、ナチス側からすると、どうやらカナダって国はめちゃくちゃ裕福な国っていうイメージがあったらしくて、まあ、まあ、それと相まってかなのかわからないですけど、ユダヤ人たちから奪ったものを保管しておく倉庫のことをカナダって呼んでたらしいんですよ。で、そこから持ってきたものを分配してるんですよね。勝手に。で、ヘス夫人は、もうその中で一番いい毛皮のコートを着て、これどうかしらみたいな感じでポーズするシーンとかあるんですけど、もうめちゃくちゃ嫌なシーンだなと。その意味が分かった瞬間に、その時は分かんなかったんで、あれなんだろうって思って、俺もなんか分かってないってせせら笑われたぞって思ったけれども、分かった瞬間もうめちゃくちゃ気持ち悪いシーンだってのが分かる。で、こういうのの、この映画は結構連続で、まあ前提知識があると、どん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 グロテクス、草がこう際立ってくる映画です、うん、だから正直今もう一回見たいと思ってます、うん、ちょっとこれ見終わった後いろいろ調べたんでもうめちゃくちゃすごいなっていう映画ですね、うんうん、なんかあれですよね、なんかもう強盗がなんか人から物を奪って、うん、その奪った物をでいいものを手に入れたっていうのと、まあ、同じですもんね。そう同じ同じ、うん、僕もねなんかそう見てて、まあ、豪邸で庭がすごく綺麗じゃないですか。これもヘス夫人が自分で設計した
まあ、こういう庭にしたいっていうですね、そう、うん、っていう、まあ、その絵の絵を描いていて、でそれをまあ庭師に作らせてるんですけど、まあ、その庭師もね、うん、ユダヤ人の人たちで、そうなんだよね、うん、うんうんうん、なんかそのそうなんだよね、うん、いやあれもだいぶグロいよな、ね、あちょっとそのなんか、まあ、今日はいろいろちょっと話飛びながらにしちゃおうと思ってるから、うん、もうちょっとここで言うけど、あの庭もさ、うん、あれだよね、あの肥料として使ってる灰、はい、あれだよね、うんうん、あのユダヤ人の灰だよね、そうですね、うん、もうそれもさ、もう途中で分かったりするともううーってなるしさ、うん、まあ、それがね、なんかその川に流れてきて、あーそうそうそう、あの渋谷だった、その川で、うん、ね、なんかそのヘスと子供たちが遊んでる時に灰が流れてきたから、もうちょっとで、その灰なんかあれですよね、その灰が自分たちの体につくと、なんかその自分たちが汚れるからっていうので、もうすぐ川から出て、うんうんうん、もう洗い落としたとかですね、うん、ちょっとそんなシーンもあったし、うん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 、そうなんだよね、あの、あれか、ルドルフが川で釣り、うん、あれなんで自分たちでやってるのに分かんなかったんだろうと思うよね、なんかね、ほんと、うんうん、あの、うん、まあ、ユダヤ人たちをもう焼却する場所がもうあのアウスビッシュにはあるので、うんうん、でその灰を川に捨てるんだけれども、うん、もうあの完全にまあ灰になってるけど、まあ、骨としてちょっと残っちゃってる部分とかが、あのルドルフの体に当たって流れてきたやつで、え、なんだこれは、うんうん、つって拾い上げると骨だってなって、で水遊びしてる娘2人かを慌ててこう出して家に帰ってもう洗浄するっていうシーンがあるんですけど、うんうん、で、あの、あ、そっか、これあのシーンが多分一番最初にこのルドルフ一家、まあ、ルドルフかからユダヤ人に対する意識っていうのがちょっと出てきたシーン、うん、それまでいわゆる、まあ、このタイトルにもなってるけど関心領域、あの無関心であった、うんうんうん、その部分から関心に入ってきたシーンかなってちょっと俺は思いましたね、うん、はいはい、うん、大きなテーマとして、まあ、これルドルフ一家は自分たちの生活にはこのいわゆるユダヤ人だとかアウスビッシュ強制収容所でしていることっていうのが関心事として、うんうん、というか意識として上ってないような感じで描かれるんですけど、うんうん、まあ、ルドルフ自体はもういろんなことを直接手を下してるので、あ、まあ、下してるとか決定してるので、もちろん分かってはいるはずなんだけれども、なんか関心の外に追いやられてると。で川のシーンで初めてなんかこうその自分たちがやっていることとか、うんうん、ユダヤ人のことが彼らの関心領域の中に入ってきて、うん、でそれを洗い流すっていう、うんうんうん、もうとんでもないシーンだなってあれ思ったね、うんうん、なんかメイさんこの辺でなんか気になったとかちょっと引っかかったところとかあります？そうですね、でもこれはどうなんでしょうかね、あの僕は事前にちょっと情報は調べてから映画を見に行ったんですけども、それでもやっぱりなんか実際見てやっぱりその事前に聞いてたなんかこと以上になんか映画の中で、うん、あの本当にこの、あ、これが関心領域かと、なんかその映像の外では本当にいろんなことが起きてるのに、映像の中ではまあね、その家族のまあ幸せを求めている姿ぐらいしか映ってこないっていうので、うん、でもそこはなんかやっぱ見てみ、なんかその事前に知ってる情報と実際見てみてその受けたインパクトっていうのはやっぱりちょっとありましたね、やっぱ実際見てみると結構なインパクトがやっぱりあったなと思いましたね、うん、まあ、そういう意味では、ね、そうですよね、だから映画、まあ、前提情報、あの知識なしでもまあ、全然見れると思いますし、しっかり調べてから見に行っても十分なんかインパクトは感じれるのかなとは思いますね。うんうん、そうですね。あ、そう。で、私で言うと、私みたいに多分、あんまり前提知識、この辺の時代の話とか、あの用語のこととか、わかんなくても、あの、まあ、この映画よくできてる映画だなと、本当、思っていまして、絶対に引っかかるように作ってるんですよ。うん。うん、なので確かに三重さんが言うとおり前提知識がないともういろんなものがですね持たされて帰ってくるんで、それをちょっと一個ずつ紐解いていくことができる映画でもあると思います。だから私はこれ見終わった後結構やっぱりこの関心領域にだいぶとらわれていて、うんうんうん、ちょっといろいろ調べてしまってはいますね、うんうん、まあ原作もその後読んだんで原作のことも踏まえてちょっといろいろ考えるところは多かったなと思います、うん、さてでちょっと話を先に進めるとですね、まあそういうちょっとこうあの映画の大きな特徴があるんですが、もう一個やっぱりねあの特徴としてはですね、やっぱこの演出ですよね、うんうん、まあさっきから話しているバックグラウンドミュージックとしてのあのユダヤ人の悲鳴、そして全てを語らないというかほぼ語らないユダヤ人については語らない
構成、うん、で、うん、あとやっぱりカメラアングルが結構定点カメラを使ってるシーンが多くて、うんうん、なんかあれ見ててどうだった、なんかすごく俺嫌だったんだけどまあそうですね、なんかちょっと気持ち悪さみたいなものっていうのかな、うんうん、まあ、普通の映画だったらこういう時はあの人物の表情を捉えたいから寄るよねみたいなところで全然寄らないし、うん、怖って思った。逆になんか立ち位置とか場所みたいなのがこう晒されるような感じがあって、うんうんうん、すごく嫌なカメラアングルだったなと思いますね、うんうん、確かに、うん、定点カメラで撮られてる感じですよね、うんうん、あの確かにそうですよね、この定点カメラの感じ、その人にフォーカスしない分、うんうんうん、なんかもうちょっと周りも含めて映し出してるんですけど、うん、その周りにはやっぱり、ね、そのアウシュビッツの収容所がすぐ近くにあるんで、うんうん、なんかそこのがすぐアウシュビッツのすぐ横でこんなことが起きてるっていうのがよりなんかと想像が膨らむよう な、うんうんうん、なんかそんな映像だったのかなとも思いますし、うんうん、そうですね、うん、でちょっと演出のとこで言うと、何点かですね、うん、ちょっと妙な映像が挟み困ります。あ、はいはい、で、うん、あのちょっとなんだろう、暗視カメラで撮ったような映像で少女が描かれる、うん、なんかね、あのサーモグラフィーで、うん、あ、そうだね、うん、うん、なんかちょっとその光ってるようなその形で、うん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 、で少女がその暗闇の中で、うん、現れたりしてましたね、うん、あれも最初全く何だったか分からなかったね。確かに確かに分かんないですよね、うん、何だろうみたいな。しかもなんかこういいシーンなのか悪いシーンなのかさえも分からないまま、うん、ちょっとこうドキマキしながら見てましたけれども、うん、まあこれはまあちょっとあまり説明した方がいいかなと思うので、うん、あんまりここは説明しないので、あの見た人や見てもらいたいので、ここはちょっとあまり説明しないですが、そういったシーンとか、あとこれはもうちょっとあれなんだよね、ラストの、うん、ラストのね、現代が描かれるシーンがあって、あれも、ね、あれはちょっとかなり衝撃でしたよね、うんうん、最後ああなるんだっていうのはちょっと全く、うん、なんかもう予想とかできないんで、うん、驚きましたけど、うん、あれも、まあ、ちょっともうこれね、多分ね、本当ネタバレしてももうそんなに書けないと思うので話をしてしまうと、うん、長い時間ラスト付近に現代のアウスビッシュ強制収容所が描かれるんですよ、うん、博物館となった、うん、あのアウスビッシュ強制収容所がの映像が差し込まれるんですね、うん、でその直前にこのルドルフ・ヘスが、うん、アウスビッシュ、あ、これちょっといろいろあるんだけど、アウスビッシュからちょっと典型になっていて、どこだっけ、ベルリンじゃないな、どこだっけ、まあ、どっかで、うん、あのパーティーがあって、うん、でそのパーティーの前にはあるユダヤ人を虐殺するための作戦会議があって、うん、でもうこれからとんでもない尋常じゃない、まあ、仕事量になるがやるぞみたいな、うんうん、あの本当あの企業の会議みたいな感じで決まるんですよね、うんうん、本当なんかこうこの目標数字、あの今までの我々の数字からしても全然あの難易度が高いが取り組むぞみたいな、うんうん、利益を出すぞみたいな形でなんか大きな会議があって決まったりする後に、ルドルフがパーティーを上から見てて、あれもすげえ怖かったんだけど、見てて、でその後奥さんに、うん、あのヘス夫人に、遠く離れたヘス夫人に電話するときに、あのパーティー会場のいる人間をどうやって殺すか考えていたって、うん、どうやって効率よく殺すか考えていたみたいなことを言い出して、うん、うわーって思った後に、現代の強制収容所の、うん、もう展示されているもの、うん、それがまあおそらくユダヤ人のこの焼き残った靴とか、うん、まあ衣料品みたいなのがひたすらこう展示されているブースというか、うん、展示物がこう映し出されるんだけど、まあ要はあの決定が現代に結びついてるよっていうことを言いたいのは間違いなくて、うんうん、でまあいろんなものは事実付きなんだよっていうのを最後突きつけてきているところなんですけど、うんうん、あの演出ももうなんかいや本当怖かった。確かにあのなんか人間性みたいなものが、うんうん、ですがそのパーティー会場でどんだけの人を効率よく殺せるかっていうのもなんかそこに。うん、なんか感情とかは多分ないんですよね、うん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 、そこにいる人を恨んでるとかそういう話じゃなくて、この先収容所で効率よくこの殺さないといけないから、もう常に頭の中がそういう計算になってるっていうですね、そういう話ですもんね、うん、なんか本当仕事している人間のなんていうか、うん、なんか状態ですね、あ、そうだよね、その前の、ね、うん、なんか企業の会議みたいなんで、うん、なんかこの先の計画が決まってで、それをやる人もいかに効率よく収容所で殺せるかっていう、なんかその頭の中計算ばっかりになってるしっていう、う
なんかそこには感情とか全然ない、うんうん、でその後吐くじゃない、うん、吐くんですよねルドルフ・ヘスが、うん、そのまあ思い出すまあ思い出す前じゃないその現代のアウスビッシュの映像が差し込まれる前後で吐き出すんですよね、うんうん、でやっぱあれはもう限界を超えたんだろうねあの彼の中でも、うん、な何かが、うん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 、だと思ったしねだからやっぱり上手い演出だったし、うんうんうん、もう恐ろしかったなと思いますであのこれ監督のあのジョナサン・グレイザーがなんかアカデミー賞のコメントでいろいろ発言して結構賛否までいかないけど、まあ、ちょっといろいろ話題になっていた言葉で、うん、まあ、もちろんこれは、あの、現代の、まあ、ウクライナやガザに通じる部分だっていうところを話していて、うん、まあ、でもそれ以外のことも多分通じていて、やっぱり自分たちが無関心でいる領域がありますよね、と。うん、関心を、まあ、なんか関心を持つことが全てではないと思うし、なんていうのかな、こう、どう、最初に自分もこれ今見た後、あの、小説も読んだ後、そしてこうやって今話しそうとしている今も、あの、答えが出ない。うんうんだけれども、まあ、とにかく今世界中で起きてることは他人事じゃないですよっていうこと、うんうんうん、これは間違いなくメッセージとして強くあってでもちろん全部つながってるわけじゃないですかこのグローバルな社会で、うんうん、もう閉じられた世界なんか多分地球上にはほぼ残ってなくて、うんうん、今起きているあの海の向こうで起きていることは、まあ、我々の生活に地続きだし、まあ、言ってしまえばもっと些細なことでもあるのかもしれないあの例えば企業の中で、部署が全く違うからとかで関心を持たないとかっていうのもあるかもしれないし、うんうんそういうことにも全部つながってはいるのかなとは思うんだけれどもでこれをちょっと受け取ってどうしていいかちょっとわからなくはなる映画ではありました、うんうんうん、ですね、うん、ちょっと まあ、ガッと話しちゃったけど、うんうん、皆さんこのあたりどうかなあいやでもやっぱりざっくりざっくりいくけど、うん、やっぱりこの映画見るとなんかまずはちょっと自分の心はどうなんだろうっていうのはちょっと問いかけてしまいますね、うんうん、いやこれやっぱり関心領域っていう、まあ、タイトルからしてまあいいと思うんですけども、じゃあ自分の関心領域ってどうなんだろうっていうのはどうしても考えてしまうと思いますし、うん。うんうんうん、うん。いや、なんかそうですね。だから僕にとってはなんかそういう映画だったなって思いますね。なんか本当に。うんうん。うん。そうだよね。うん。で、そうですね。どうしようかな。ちょっとこのあたりで、ちょっと登場人物の話もしたいので、登場人物の話に移っていきたいなと思ってるんですけど、その前に、原作と違う部分を少しお話ししておきたいなと思います。うん、で、原作はですね、これ全く違います、うん。あ、もちろん、このアウスビッシュを中心としたユダヤ視点の話、うん、ユダヤから見た、あ、違う、ごめんなさい。アウスビッシュを、中心とした、ナチスドイツ側の視点の話っていうのは間違いなくて、うん、まあ、で、この強制収容所で何が起きていたか、で、この強制収容所の周辺でどういう関心をナチス側のいろんな立場の人たちが持っていたかっていうことは、うんうん間違いなく描かれているので、このあたりは共通しているんですが、基本的に原作は架空の人物が出てきますね。うん、で、映画はもう実在の人物です。うん、で、原作はですね、結構ドラマチックなんですよ。うんうんすごいストーリーがしっかりある。始まりがあって終わりがある小説です。うん、で、映画は逆に、まあ、この家族の一連のいろんな流れは描かれるんですけど、うん、なんかどっかに着地したなとか、これで終わったなみたいな感じじゃない、うん。なんか、ある一年をなんか切り取りましたみたいな、うん、そんな感じの、映画で、だいぶちょっと、違ってきてます。だからこれ、なんて言ってるのかな。同じ作品っていう扱いはなかなかちょっとしにくいものになってます ね、うん、ね同じタイトルですけど原作と映画と作品としても全然別物っていう印象でしたね、うんうんうん、そうだよね、うん、ね原作はあと結構な長編で登場人物いっぱいいますけど、まあうん、映画は本当にその中のある人物たち、まあ、ある家族だけしか登場してないので、うんまあ、本当原作の中のもうある一部分を切り取って、まあ、そこをいろいろアレンジしたのが、まあ、映画かなっていう感じですね、うん、そうですね原作はですね、うん、これ400ページ以上あるんですよ、うん、で結構読むの大変です、うん、本当に面白かったけど読むの大変ですだから映画気になったからちょっと原作行こうみたいな人はもしかしたらこの400ページにちょっと挫折する可能性もあるので、うん、まあぜひ来週聞いてもらいたいなってところなんですけれども、うん、そういう違いもありますと、うん、原作はかなり長いです、うん、映画はだって140分、あ、違う、いや1時間45分ぐらいだったよね確かね、うん、では1時間45分あ、そうかそうか、そうですね。そんくらいですよね。うん、うん、うん、うん。だったんで、ちょっと自分も、あ、これ思ったより短いなと思った記憶があります。うん。うんまあ、あと、全然違うのが、まあ、映画は結構シリアスなトーンで、まあ、作られてるんですけど、原作の小説は、ちょっと、なんていうんですかね、ブラックコメディっぽいですね。なんか、うんうんうん、ちょっとディストピア SF 読んでるような感じの。ああ、確かに、うん。なんかちょっと読みやすさもあるし、すごくシリアス、
シリアスっていうわけではなくて、ちょっとまあ軽い感じもするような描かれ方もしてるんで、まあ読みやすさはあるなと思いますね。うん、読むのはね大変なんですけど、確かに。そう、あの読みやすいなって最初思ったんだけど、うん、あのそう最初の方すごい読みやすいなって思ったんだけど、うん、まあ骨が折れる小説でした。まあ、長いですからね。でなんでちょっと登場人物がまあほぼほぼ被らない、一人被ってんだっけな、ほぼほぼ被らないのでもう本当別物なんですが、で映画の方の登場人物の話をすると、ですね、まずあの主役はこの所長ですね、ルドルフ・ヘスになりますね。もう一人の主役というか、まあ、中心人物として描かれるのが、まあ、ヘスの奥さん、ヘート・ビッヒ・ヘスになりますね。でこの二人が、まあ、中心ですと。でこの二人が、まあ、家で暮らしていて、まあ、いろんな話をしながらこう話は進んでいくんですけど、ヘス夫人はですね、このアウスビッシュ収容所の隣のこの家がもう理想の家なんですよ。自分がこう築き上げたもう庭も最高に綺麗で、まあ、裕福な暮らしができていて、まあ、それはいろんな犠牲のもと成り立っているけれども、ヘス夫人からするとそんなこと知ったこっちゃいんですよね。もうその当たり前だしっていう感覚でもういるから、ものすごく豊かな生活を手に入れたと。でもお母さんとかも呼んでね、どう私の生活みたいな感じでこう見せびらかすんだけれども、でお母さんがね、これ面白かったのがね、結構まともだったんですよね。お母さんはまあ誰もどうなんですかね、まともなのかちょっとね怪しいですけど、まあ、多分お母さんとそのヘス夫人も多分なんかその生活苦労して、まあ、ここまでやってきて、まあ、それでまあちょっと結婚した旦那さんが出世していったんで、まあ、いい暮らしができてね、まあ、とうとう理想の家に住めるようになったっていう感じかなと思いますか。でただこのお母さんの話をちょっと今しちゃうと、あのお母さんがねこのヘス家にちょっと泊まりに来て、で部屋をねこう渡されてそこでちょっと暮らすんですけど、それと同じタイミングでこのアウスビッシュ強制収容所で24時間焼却によるまあユダヤ人絶滅のね、あの殲滅のあの焼却炉が作られて回り出すんですよね。第一焼却炉と第二焼却炉が作られて、まあもう炎をそこに循環させることによってもう永久的に常に人を燃やし続けることができるっていうとんでもない期間が出来上がってしまったので、夜中ね、そこからもう真っ赤な炎が燃え上がってるのが見えるんですよね。で、お母さんはそれを見て、ってなるわけですよ。で、まあ、結果お母さんは黙って、娘に黙って、この家を出てくるんですよね。もう耐えられなかったんでしょうね。その状況に。まあ、そう、どうですかね。まあ、ただ単に。あ、違うかな。なんか、これも、ちょっと僕も、いろいろな、なんか調べて、なんかお母さんそんな感情的なところはあんま思ってなくて、まあ、ただ単にその、あの、まあ、気持ち悪い、なんか音が聞こえるとか、匂いがするとか、なんかそういう気持ち悪いものを見せられるのが、なんか嫌だから、まあ、出ていったっていう、まあ、そのくらいの程度なのかなっていうですか。あ、じゃあ俺の解釈があれでしたね。ちょっと感情に感情的になりすぎていた。まあそれ置いといて、まあでもそうお母さんは途中であのその炎のとことかね、シーンとか描かれてるんですが、まあできますというとこですね。でちょっとこのヘス夫人の話にちょっと戻していくと、ルドルフがですね、まあこれは出世なのか何なのか、アウスビッシュの所長からちょっと異動が命じられるんですよね。でなんかちょっといろんな動きが変わったぞと、でいろんなやつが今ちょっと異動させられていて私も対象になっていると、でどこどこに行くから、あのもうなんだろう、このアウスビッシュから出てくぞっていう話をヘス夫人にしたら、まさかのヘス夫人が嫌よと、そうですよね、ちょっとびっくりしますよね、やっててその私はここに残るわ、あなた一人で行って、単身赴任させるんですよ。マジかよって思ったけどね。で、なんかそれまで自分の中では、このアウスビッシュ収容所、まあいろんなもの見せられてきてるけれども、の隣なんて絶対嫌じゃんって思ってたの。あの、まあ仕事でここにいざるを得ない状況に追い込まれてるんだろうな、嫌だなっていう気持ちがどっかにあったんだけど、ヘス夫人はここがいいんだっていう、もうどういうことみたいになったんですけど、でもそれがやっぱこのヘス夫人がもう狂ってしまっている部分で、もう自分の関心領域に閉じこもってしまっている、っていうのをうまく描いていて、でその後のね、もうお父さんルドルフがね旅立つ時の言葉とかね、もうなんかすごい切ないというか、何なんだろうこれみたいな、切ないじゃないな、もう何なんだろうこれみたいな感じで
見てました。これさ、ほんとさ、アウスビッシュ収容所の隣っていう設定じゃなかったら、うん、ただ単に本当に単身赴任させられるお父さんの話じゃんとか、ちょっと思った、まあそうですね、思って、こう、どうなってんだよとか思いましたね。うん、とこですね。あ、で、ちょっとすみません、登場人物のとこでいきますけど、でも、そう、ルドルフも、うん、ちょっと今までいろいろ話す通りかなり狂ってはいるんだけれども、おそらく一番もうこの映画の中で一番突出して、まあ、何かが壊れてしまってるのはヘス夫人ですね、うんうん、それは間違いないかなと思いました。そうですね、うん、ちなみにこの辺もなんか原作と映画違いますよね。この登場人物のだいぶ違う、うんうん、一応まあルドルフ・ヘスとヘス夫人、まあ、ちょっと名前は違うんですけど原作にも出てくるんですけど、うん、もうキャラクターは、ね、全然違うんで、うんまあ、映画は映画の人物っていう感じで、うんうん、そうですよね、ヘス夫人、うん、そうですね、うんまあ、ヘス夫人がそうですよね。確かになんかもう本当なんか自分と家族のことしかもう一切考えてないっていうか、もうそれしか見えていないっていう状態ですもんね、うんうん、で今ちょっと原作の話が出て、でまあ、あそう、これ原作はですね、ヘス夫人に当たる人がハンナって名前になってまして、うんうん、まあ言ってしまえばヘス夫人とは結構逆のタイプの女性です、うん、あのナチスドイツがやってることに対して疑問を持っている、うん疑問を持っているっていうか、なんていうか体制に疑問を持っているっていうのが正しいのかな。ここもねちょっと言い方ちょっと難しいんだけれども、うん、結局そのハンナもねナチスなんだよなっていうところがあって、うん、まあいろんなことに対して疑問は持っているけれどもっていうところがあります。うん、うん。ってとこですね。なんでだいぶ、キャラクターが違いますと。原作の関心領域の、この後書きでもう、すごく衝撃的だった文章が自分はありまして、うん、これ、役者後書きじゃなくて、著者の後書きですね。のラスト付近。これ、しかも著者の言葉じゃなくて、著者が読んだ、プリーモ・レービーって人の、休戦っていう本があるそうなんですけど、うんうん、そこのからの引用で、早川さんの原作だと、466ページ。もうほんと、まあこれ後書きの最後なんですけど、ちょっと読み上げると、おそらく何が起こったのか理解することはできないし、ましてや理解するべきではありません。理解することは正当化することとさえ言えるからです。説明させてください。計画や人間の行動を理解するということは、それを身の内に取り込むこと。その立案者を身の内に取り込み、その立案者の立場に身を置き、その立案者に共感することを意味します。そして正常な人間ならば、ヒトラーやヒムラー、ゲッペルス、アイヒマン、あげればキリがない、その同類たちに共感などできないでしょう。と、バーっとちょっと続いて、うん、ナチの憎しみに合理性はありません。その憎しみは、私たち人間の中にあるものではなく、その裏違いにあるものです。という言葉が引用されてるんですけど、うん、この、なんかめちゃくちゃこの文章刺さって、うん、なんか今回の映画を見て、なんか理解したいみたいな気持ちが、やっぱどっかで芽生えるんですよ。うん、こうなってしまったのなんでなんだろう、まあ、ホロコースト自体なんで起きたんだろうとかっていうのは、うんうん、すごくいろいろ議論されているところで、ヒトラーの言動思想に関してはやったことはいろんなことがもう記録に残っていたり分かっている部分はあるけれども、どういう思考があったのか、うん、どういう思いがあったのかっていう流れっていうのはなんかいまいち分かっていないと、うん、で言ってしまえばそれに対して分かろうとするアプローチっていうのはめちゃくちゃあるはずです、うんうんうん、ナチスがやったことは何だったんだろうみたいなことでアプローチを重ねてる方々はたくさんいるし、多分我々が紹介した本で言うとローラン・ビデの HHH なんかもきっとその試みの一つなのかもしれないと思います、うんうん、でもやっぱりその言う通りなんか理解してしまおうとするがゆえ、うん、理解しようとしていくとなんかわかんない、どっかのタイミングで理解した気になってしまったりすると何かを取り込むことになる、うんうん、っていうのはなんかすごく刺さりました、うん、でこの関心領域、映画見てるときに理解したい分かりたいみたいな気持ちとかモヤモヤ、うん、モヤモヤって多分理解してないから生まれるものだと思うんだけれど も、うんうん、もうそこに対してもう自分はどうアプローチしていいかわからなくなった、うん、で多分どうアプローチしなくていいかわからないって状態がもしかしたら正解なのかもしれないなってちょっと今思い始めています、うんうんうん、でもここでまた止まってしまうのかみたいな、うん、関心領域に閉じこもるとかっていうののもう繰り返しなんだろうなってちょっと今思ってきて、だからそういう意味でも、まあ、ちょっとこの、まあ、来週話すけど原作はまた読んでもらいたいなとは思ったりはしていますと、うんうん、いやそうですね、うん、いやいや僕もやっぱりこの映画見てなんかハッとしましたし、だからこの原作、うん読んでなんかより映画の続きをさらにちょっと考えたりしてしまったんで、ね、うん、うんうん、いやこれはやっぱりなんか映画と原作は別物だとは思ってるんですけど、でも一緒になんか見ることで、うん、なんかいかにこの、うん、でやっぱ原作の方がより
理不尽さが際立ってると思うんですね。まあもちろんもちろん映画の方は特に語られていないんで、うん、なんか登場人物のだけを一場面だけ切り取ると、なんかそのあのね、家族思いなお父さんだとか、ね、なんかその理想を求めてる奥さんだとかっていう、なんかその自分たちに重ねて見ることできるかもしれないんですけども、いやそうじゃないんで、もっと考えさせられるところはあるんだっていうのはこの原作で強烈に書かれてるなと思うので、やっぱりジョナサン・クレイザーがこの原作からこの本を読んで何か着想を得てこの映画を作ったっていうのはもう間違いなくあるはずなんで、そこの何でしょう、流れっていうのはまあ感じるところかなと思いますね、うん、ちょっとまあいろいろ話してきましたが、うん、ちょっとなんか他ちょっと印象に残ってるところも、印象に残ってるところしかないんだけど、話していきたいなと思うけど、なんか三井さんあります？そうですね。いや僕はやっぱりこの映画のあのバックグラウンドで流れてくるあの不気味な音ですね。ああ、うんうんうん。なんか、そうだよね。うん、まあ、これも、なんかだんだんちょっと気づいてくるわけですけど、うん。うん、ね、叫び声とか、その悲鳴とか。で、あと、なんかその銃の音が聞こえてくる時もありますし、うんうんうん、うん、あと後振り返ると、なんかその映画見てるときは なんていうかそこに入り込んでいて、なんかそれをまあただ聞いてるんですけど、後々振り返るとやっぱりあれは相当気持ち悪いなっていうですね、うん、なんかそんな音だったなっていうのがなんか後からだんだ なんか感じてくるような、うん、なんかそんなバックグラウンドだったなっていうのはしましたね。いや本当ですよな。もうなんかこの設定だけでさ、うん、その最初の10分20分なんか耐えられなくなるよね、うん、なんかすごいな、すごい揺さぶってくるしさ、そうですね、うん、なんか2回目とか見た時よりなんかその辺でちょっと、うんうん、ね、あそうですね、なんか思ってしまいそうですね、うん、でこの辺りの音響はやっぱり映画館で楽しんだ方がいいと思いますので、うん、ぜひちょっと映画館で、配信とかではなく映画館で見てもらいたいなと思いますね。いずれ配信されると思うんだけれども、映画館でぜひ見てもらいたい、うん、映画館で見るのが難しいタイミングでもう聞いてらっしゃる方がいたら、なんとか音響がこういい状態で聞いていただきたい、あの見ていただきたいなと思いますね、うん、で私ですね、こう、まあ、ある意味一番怖かったシーンが子供たちなんですよ、うんうん、ヘス一家の、はいはいはい、で結構な人数このヘス一家には子供がいまして、まあ、長男がもう結構大きいんだけど、末っ子ここかな、あ、まあ、あの、長男がね、やっぱり、もう明らかにこの環境の影響を受けていて、うん、弟を閉じ込めるシーンとかあったりするんだけど、あれも怖かったんだけど、うん、もっと怖かったのは、うん、なんか、おもちゃで遊んでる末っ子が、うん、あの、バックグラウンドで聞こえてくる、おそらくユダヤが、うん、あの、ユダヤ人が何か、あ、あれだ、リンゴだ、うん、リンゴを奪い合っていた。うん、とかなんだかなかんだで、うんうん、でそれリンゴを奪い合ってただけで処刑されるんだよね、うんうん、でそれが漏れ聞こえてきた末っ子が人形をいじりながら二度とするなよってつぶやくシーンがあるんだけど、うん、もう怖すぎて、うんうん、ちょっとこんなちっちゃい子にあれだってもう全然何歳児っていうぐらいの子供じゃないですか、がもうめちゃくちゃ影響を受けてんだこれっていう、うん、もうあそこがなんか一番ズバッとしたかもしれない、うん、とかね、うん、もうで、うん、とかありまして、うん、やっぱこ結構このヘス一家の子供たちのあの環境による影響の大きさっていうのはもうちょっとなんかもうまあそれもちゃんと描いてるから、うん、こう伝わってくるんだけど、うん、もう細部まですごい気を配ってあの恐ろしいものを作り出してらっしゃるなと、うん、あの思いましたね、うんうん、2度見たいけど2度見るのが怖い映画ですね、うん、今こう語ってみると、そうですね、いや僕はなんかそのヘス夫人が結構豹変したりする時があってあったー。ですね。なんか、幸せな時かな、そういう状態の時は、まあ、すごい、あの、幸せそうにしてて、穏やかな感じなんですけど、ちょっと、うんうんうん、あの、うまくいかないことがあったり、思ってないことが、不都合なことがあったりすると、もう、ね、もう、態度表現して、もうめっちゃキレてね、その使用人みたいな人に、もう怒鳴りつけたりして、うん、めちゃめちゃ人として怖くなってしまうんですよね。まあ、そういう人なのかなってね。なんかそこで、うんうんうん、まあ、まあ思ってしまいますし、うん、うん、そうですよね、いや怖かったねあれもね、うんうん、そうですね、うん、じゃあちょっといろいろ話してきましたが、うん、なんかまあちょっと我々が話せる範囲はここぐらいかなってところで結構長くなってるかな、うん、本当はなんか今回30分ぐらいのエピソードにするつもりがめちゃくちゃそうですね、多分、うん、多分私が話しすぎているんだけれども、予定の倍ぐらいはね、ちょっと長くなってるんで、うん、ちょっとうん、
ちょっと短めのエピソードにしていろんな人に聞いてもらえるようにと思ってたけど、ちょっと長くなってしまいましたが、まあこんなところかなと思います。で、最後ちょっとやっぱりラストも踏まえてなんですけど、この映画で描かれていた関心領域っていうところは少しちょっと話してみたいなと思っていて、まあ実際なんでしょう、まあいろいろ思うところはあるんだけれども、まあもともとこの関心領域っていう名前はこのアウスビッシュ付近にあったところを一体を示す言葉をらしくて、まあなんかナチスってそういう、なんでしょうね、なんか独特のこの言い方をするんだろうね。さ、まあ俺冒頭切ってなければ言ってると思うけど、カナダみたいなさ、なんかこう名前を付けたがるんだろうなってちょっと思ったんだけれども、あの関心領域と呼ばれていたらしいです。まあその意味とこの映画とか原作が持たせようとしてる意味はまた違うと思うんだけれども、やっぱりこの今回でもちょっと改めて話して思ったのは、関心領域に閉じこもってると思うんだけれども、なんだろうな、思ったのは本当に本当に無関心でいられたのはヘス夫人ぐらいで、まあ、子供たちは多分関心持っちゃってたと思うし、まあてか止められないと思うし、子供の関心なんて、広がっていくもんだから。で、ルドルフ・ヘス夫の方は、まあ、自分が、まあ、焼却炉作ったりとか、もちろん所長としていろいろ仕事をしているので無関心でいるわけにはいかないと思うんだけれども、やっぱりどこかで影響を受けていたなと思うですよ、すごく、関心を持たないようにすることと無関心でいることはまたちょっと違うかなと思っていて、見て見ぬふりをしていた人たちと本当に無関心だった人たちが多分いるだろうなっていうところはちょっとこの映画を見て思いました。で、これって現実自分たちが、なんだろう、いろんな話をいろんなところで組織とかの中でしていく時に、無関心でいる人ってやっぱいて、でも関心を持たないように見て見ぬふりをしてる人たちもいてみたいな、でそこの温度差も結構あるなって思うし、まあでそこにこう関心を持って、なんかこう問題意識を持ってとかっていう人もいるしみたいな、なんかそういういろんな状況があるなって思っていて、で、まあ、誰しも全部が全部に関心を持つこととか無関心にならないでいられることってのは多分ないと思うんですよ、生きていれば。まあ、人間の処理能力というか認知能力と言っていいのか分かんないけど、そんなになんていうか全部が全部できるわけじゃないと思うので、まあ、もちろんそこで諦めていいっていう話はないんだけれども、だからやっぱりこの映画はこの関心領域っていうタイトル、多分そもそも自分は関心領域っていうタイトルにめちゃめちゃ惹かれたのでやっぱうまかったし、揺さぶりをかけてくるものだったなとちょっと改めて思いましたね。確かに。三重さんどうだった、このタイトルとか関心領域っていう言葉の意味とか。そうですね、なんかその自分なりに思ったのは、なんかやっぱりそのなんか誰かが傷ついていたり、まあ、理不尽にちょっと被害を受けていたりとか、なんかそういうのにやっぱりね、何かちょっと思いを寄せたりなんかするのが、なんかね、この一緒にその社会にいたら、やっぱりそういうのするのがなんか人なのかなっては思ったりしますし、で同じ人なのにユダヤ人だからもうどうなってもいいっていうので、殺されようがどうなろうがもう全然気にしないっていうようなってなってしまってるのが、本当にもう、まあ、過去にそのナチスがそうなっていたっていう、なんか今ではなんかそういうのって想像できないんですけども、でも本当に極端に無関心を極端に突き詰めて、無関心というかその相手がどうなってもいいっていう極端に突き詰めたのがそのナチスだったし、でそれが極端じゃない形でもやっぱり自分たちの身の回りでもあると思うんですね。やっぱそこでやっぱり今回ちょっとね、本当この映画見て、いや自分ってどうなんだろうってすごいちょっと思ってしまいましたし、まあ映画では本当はそれがもう極端な形で描かれてますけど、でもちょっとしたところとかでもなんかね、その自分どうなんだろうってなんかすごく問われてる気がしてですね、なんでまあそういう意味ではこの映画って、まあ、見てる時もきつかったですけど、なんか見終わった後やっぱりなんか考えたらですね、やっぱ結構きつかったんですね。そうなんだよね、まあ、とはいえですね、やっぱ見てよかったなとすごく思っていてですね、ね、この関心領域ってなかなか、改めて考えることってなかなかちょっとなかったなと思ったんで、そういうのをね、なんか気づかせ、改めて、まあ、問いかけられたっていうので、なんかそうやってなんか、ね、なんか自分なりにそれをどうなんだろうって考えてみたり、それを問われて向き合うっていうのがなんかすごく重要なのかなって、ね、なんか大地さんもで言われてますけど、僕も結構同じようなことを思ってますね。ですよね。まあちょっとここまで話してくると、もしかしたら聞いてる方は、まだ見てない方はちょっと逆に見るの怖くなってるかもそうですね、なんかちょっと、知れませんが、気分が重くなるかもとかですね、かもしれないですけど、ちょっと覚悟がいるんじゃないかみたいな気持ちになってらっしゃるかもしれませんが、まあある程度覚悟がいるのは間違いない
ですけれども、気楽になんか見てねって言える映画では全くないので、うん、見るのにはちょっと勇気持ってくださいと言うしかないんですけれども、うん、ただやっぱりなんでしょうね、こう漫然と、まあ、我々生きてると思うんですよ、うんうん、あのなんやかんや生活に困らなかったりすること多いし、うん、まあ、すごい他者と比較しなければこう日本っていう国でいてっていうところで、うんうん、いろんなところでは今、まあ、2024年の日本っていうのはまあなんていうか恵まれてるわけだと思うんですけど、うんうん、まあ、現実はナチスというものがあったと、うん、でそれがどういうふうに生まれてしまったのかっていう話もあるし、まあ、ユダヤ人が受けたことっていうのは、まあ今も消えてないだろうなと思ったりする、うんうん、まあ、そういうことにこの意識を向けたりすることとか、うん、はすごく、まあ、言ってしまえば重要って言えば重要っていう言葉で終わっちゃうんだけど、まあなんかこう考え続けることとか、まあいろんなことが重要なんだろうなと思います。でおそらく次週、うん、原作のラストに触れるとしたら、うん、今のところ触れようと思ってるんですけれども、あのそのあたりのこともちょっと話すことになるかなと思うので、まあちょっと次週を楽しみにしていただけたらなと思います。はい、じゃあそんなとこで次回予告したいと思います。もちろん、マーティン・エイミスの関心領域原作をご紹介いたします。ぜひお楽しみに。番組の最後になりますが、メルマガ会員募集しております。こちら無料版有料版でございまして、無料版は毎回長すぎてカットした部分を音源化して配布しています。ちょっと我々収録いつも長くてある程度カットするんですけど、まあそれが使える内容でしたらお届けしているというところです。あと、これから紹介する予定の本とかも一覧まとめているので、まあよかったら、登録してみてください。たまにメルマガでしか流さない情報とかもあるので、あのぜひ、登録してくれると嬉しいです。で有料版はですね、ちょっとまあサポーターというか少し我々のこの番組応援したいっていう人たちがいらっしゃるので、有料版というものを作ってます。こちらの費用でですね大変助かっておりまして、番組を作るための編集ソフト代とか、まあ我々の書籍代とかに当てさせていただいております。詳しいことは番組概要欄にありますので、ぜひご確認ください。でこの番組気に入っていただけた方はですね、感想やリクエスト、ぜひぜひハッシュタグ空飛び猫たちをつけて X やインスタで投稿ください。我々チェックします。そしてお便りフォームもですね番組情報欄載せておりますので、こちらからいただけると、2ヶ月に1回ぐらいのお便り消化会で、お答えいたしますので、ぜひお寄せください。この番組気に入っていただけましたら積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週。ありがとうございました。